この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。いつも気まぐれチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回はこちらのパイオニアの国旗がすぐに充電が切れるので、バッテリーを交換していきたいと思います。今回交換するバッテリーはこちら TFBT22 というタイプの電池になっております。それでは早速交換していきましょう。交換方法は簡単で、こちら裏側を外していきます。こちら押さえて引っ張るだけで外すことができます。この時に型番が同じかどうか、確認してください。今回は TF の BT22 で同じタイプになっております。で、少し揺らしながら引っ張ると簡単に外すことができます。で、こちら、で、こちら、向きがあります。反対に刺そうとしても入ることはできません。向きを間違うことはないので、入る方向に入れてみてください。交換は以上になります。バッテリーを入れ替えると、こちら1月1日のレジになっているので、別でまた設定がいります。交換は、無事できました。続いて親機の方のバッテリーも交換していきましょう。親機の方には子機と違って蓋がありません。ですが、こちらの場合はスライドさせて引っ張るような感じになっております。ここに手を指を引っ掛けて、このようにずれます。もう一度やってみましょう。こちらに指を引っ掛けて、こちらに両面テープがあるのでひっついてきました。外し方は先ほどと同じです。よいしょ。コードを挟まないようにこの中にしっかり入れときましょう。そしてこちらの溝を合わせてスライドします。こちらも1月1日のレジになります。交換は以上になります。